よし、進むべきは向こう、南だ。ということでこんにちは。こんな感じで、一度指さしたら、その方向をずっと指さし続ける人形が乗った車、指南車を作りました。磁石を使ったコンパスのように、自ら指定した方向を向き続けるのではなく、歯車により最初に指定した向きを向き続けます。今日はそんな、太古のからくり、指南車の仕組みを紹介していきます。では行こう。まずは、どんな動きをするのか一旦見てみます。当然、前後に動くときに、上の人形の向きが変わることはないです。指南車のすごいところは、方向転換しても、人形の向きが変わらないところです。これは、歯車によって、タイヤの回転の差から、車体が傾く角度と逆向きに人形を回転させているからです。そんなことができる歯車を、作動歯車、デファレンシャルギアなどと言います。では詳細を見ていきましょう。歯車部分を拡大したら、こんな感じ。では、まずはタイヤを同じ向きに回転させてみます。つまり前進と後退ですね。タイヤと同じ動きをする歯車から、動きがどんどん伝わっていきます。こっち側のタイヤからの歯車は、上側から伝わります。両側から伝わってきた歯車は、中心部でうまく噛み合い、何事もなく回転し続けます。後退の場合も、回転の向きが変わるだけですね。そして、左右のタイヤを逆向きに回転させると、台が回転し始めますね。さっきとは違い、中心部の上の歯車と下の歯車の回転する向きが同じなので、縦の歯車が回転することができず、結果、台につながった棒ごと回転します。今は土台を固定しているので、人形が乗った台が回転していますが、土台の固定をやめると、台は向きを変えず、土台のみ回転します。中心の歯車の周りをなぞるように回転していますね。もちろん、正しく機能させるには、タイヤの大きさや歯車の大きさなど、うまく設計する必要があります。土台の角度が変わった状態で、タイヤの回転向きが同じになっても大丈夫です。そして、片方のタイヤのみが回転していても大丈夫です。この場合は、両方のタイヤが逆向きに回転した時よりも、人形が乗った台の回転は遅くなります。結局は、左右のタイヤの回転の速さから、一つの出力として人形が乗った台を回転させているので、左右のタイヤはどのように動いても問題ありません。デファレンシャルギア、便利ですね。日常では、自動車のタイヤの動きなどに応用されています。ちなみに、片方のタイヤのみ回転した場合は、こんな動きになりますね。どうでしたでしょうか？昔、輪時計というカラクリ時計を動画にしたこともありましたが、カラクリ系の動画も面白いですよね。何か面白いカラクリを知っていたら、ぜひコメントで教えてください。では、次の動画を作りに行ってきます。